皆さん、はじめまして。早稲田大学出身、プロテニスプレーヤー25歳、小倉康介です。この度、YouTube チャンネルを開設しました。現在、所属はフリーで、主に、国際大会を中心に回っていて、グランドスラム出場に向けて、頑張っております。日本ランキングは、38位、ATP ランキングは1100位という状況です。戦績で言うと、まだ全日本選手権出場というところですが、まだまだ、プロとして未熟なことばかりで、これからもっと頑張っていかなければいけないなっていうところです。なんで今回こういう YouTube 解説をしたかというと、自分の活動してる場を、皆さんにお伝えできる何かがあればなと、思いまして、インスタグラムだったり、Twitter はもちろんやってるんですけども、それだけじゃなくて何かこういう動画だったり、他の人の目に触れるようなメディアで、何かアピールできればなという思いがありました。特に僕は正直大学時代まで、目立った戦績はなかったんですけども、夢を諦めずに、自分の道を進んでいくっていう、そういう自分の人生を何か、こういう動画でお伝えできたらなっていうのがあって、正直戦績がない状態だったので、プロの道を行くっていうことに関して、笑われたじゃないですけど、よく思ってない人もいれば、ちょっとこうバカにする人もいたり、いろいろそういう決断の時にはありましたけど、テニスが本当に好きで、もっと夢に向かって、努力していきたいなっていう思い、自分の思い一心で、道を決めたので、全然もちろん後悔はないんですけども、そういう人たちに、見返すわけじゃないですけど、今の自分が、決断した時に比べて、どうなってるかとか、戦績がどうだとか、自分の活動をもっと伝えられたり、あとはやっぱりこういう自分の道を行くっていうことを、許してくれた、もちろん両親だったり、家族にこういう活動を伝えられたら、それはそれでまたいいんじゃないかなっていう思いがありました。それも含めて、人目を気にしないで何かやるっていう、自分の道を決めるっていうこと、その夢を、諦める何か一歩手前の人だったり、そういう人たちに何か伝わればいいなっていう思いもあります。なのでちょっと動画の内容だったりは全然決まってないんですけど、そういうことも何か伝わればいいと思いますし、もちろんなんか面白いことでも何でも、チャレンジして、テニス界以外の何かファンの方々が、他のスポーツのファンの方々もなんかテニスに注目してくれたり、いろんなファン層を取り込めるような何か活動をできたらなと思っております。あとはやっぱり先ほども言った通り、戦績こそなかったですけど、プロスタートから、スポンサーしてくださった方々、応援してくださっている方々に向けて、こういう動画で何か恩返しができたり、活動報告ができたり、できればなっていう思いもあって、こういう YouTube を始めました。正直、選手活動する上でいろいろ賛否両論はあると思いますが、自分なりの道を選んで、何かこれで切り開けていけたらなっていうのもあります。なので、ぜひ温かく見守っていただければなと思います。あとは、こういうプロという道がどのような世界か、または、もちろん僕以外のプロテニスプレイヤーがどういう活動をして、どれほど過酷なもので、取り組んでいるのかとか、なんかいろいろ伝えられたらなという思いがあります。そんな感じでちょっと YouTube チャレンジしていきます。本当になんか右も左もわかんないですけど、ちょっとやってみます。頑張って、何か面白いことが起きればと思って
やってみるので、皆さん応援よろしくお願いします。ではまた。